まず新型コロナウイルス感染症発生につきまして発表をさせていただきます昨日7月の29日県内におきまして16名新型コロナウイルス感染者の発生が確認をされました公衆衛生上の観点から感染をされた方がお住まいの市町村名の内訳こちらを発表をさせていただきます 徳島市8名、阿波市1名、海洋町3名、藍住町3名、板野町1名となります。また主な感染経路につきましては、濃厚接触者6名、クラスター関連が3名、県外が2名となります。 その他、感染者の年代や主な行動歴、症状の程度などの詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布の資料をご参照願えればと思います。それでは、それに基づきまして、徳島アラートに関わる指標につきまして、発表をさせていただきます。まず1番目、直近1週間。これは、7月の23日から7月の29日までの 新規感染者数49名となります。2番目、感染経路不明割合49分の9、18.4%となります。次に3番目、病床の逼迫具合。1番目の項目は、確保病床の使用率234分の65、27.8%。 入院率につきましては、68分の65、95.6%となります。そして、重症者割合については、25分の1、4.0%となります。次に、4番目、療養者数。今申し上げた入院の方に加え、3名の宿泊療養の方がおられますので、合わせて68名となります。 最後に PCR の陽性率、1634分の49、3.0%となります。続いて、企業局の検査の結果についてご報告を申し上げます。本県の企業局総合管理推進センターにおきましては、7月の27日、職員1名の感染が確認をされました。 職場の関係者17名を対象に検査を実施をいたしたところ、昨日までに全員の陰性が確認をされました。引き続き強い危機感を持って対応をいたしてまいります。そして本日の発表で、クラスター関連につきまして、感染者の動き,に動きがありました。ご説明をさせていただきます。29例目。 高等学校関連クラスターについて新たに同校の生徒3名の陽性が確認をされましたのでこの3名をクラスターに含めることとし陽性者につきましては全体で25名という形となります少しご覧をいただければと思います生徒さんが3名ここですね新たに加わるという形となります さて本日発表した方々を含め7月に入ってからの累計の感染者数は122名となり4月の773名5月の312名そして1月の187名に続いて歴代4位を記録することになりましたまた1日あたり確認をされた感染者が 二桁となるのは、7月の16日、この時には13名でありましたが、それ以来13日ぶりのことであり、全国的な感染拡大の波が、本県にもひしひしと迫ってきているところであります。一方、昨日全国では新規感染者数がついに、 一万人を突破をする一万六百九十九名となりました。さらに政府は本日行われました基本的対処方針分科会におきまして埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府の四府県に対し8月の2日から8月の31日まで緊急事態宣言発令となります。 また同様に、東京都と沖縄県はすでに緊急事態宣言、発令をされておりますが、宣言の期間を8月の31日まで延長をする。さらには、北海道、石川県、京都府、兵庫県、そして福岡県、5道府県につきましては、まん延防止等重点措置を新たに適用する方針であり、 いずれも本日の5時から予定をされておる政府対策本部会議におきまして、正式に決定がなされる見込みとなっております。全国的にもこのように緊迫をした状況が続いておりますが、本県におきましても、これ以上の感染拡大を何としても防ぐため、強い危機感を持って対応をいたしてまいります。また、人流調査、 これは軽半身対象としておりますが、その結果、4連休を含む7月の19日から7月の25日のデータでは、その前の週と比較をし、鳴門公園周辺が137%の増、徳島駅周辺が1%減、富田町、秋田町周辺が39%増、 日和佐周辺が356%の増、大ボケ祖谷周辺が218%の増と、4カ所において、その前の週、大幅な増、特に観光地3カ所におきましては、非常にその率が高くなっているところであります。最後に一点、ご報告を申し上げます。 まずデルタ株の検査結果についてでありますが、昨日7月の29日、徳島県家畜防疫衛生センターにおきまして、デルタ株の特徴とされる L452R 変異のスクリーニング検査実施をいたしました結果、4件の疑い事例が確認をされました。今回の検査は直近の3日間、 7月の26日から28日のうちに確認をされた感染者から採取をいたしました11検体実施をいたしたものであります。また報道の際には感染者ご本人、またそのご家族、プライバシー保護に十分配慮いただきますようにお願いを申し上げます。今後とも強い危機意識を持ちデルタ株の 感染拡大防止と早期探知に努めてまいりますので、県民の皆様方におかれましても、県外との特に往来、慎重にも慎重を期してご判断をいただくということ、基本的な感染防止対策、特に3密はもとより2密1密についても回避いただくこと、マスクの着用、咳エチケット、手洗い、手指消毒、 うがいの励行、換気など、ぜひその徹底を改めてよろしくお願いを申し上げたいと存じます。続きまして、今度は定例の発表の方に移ってまいります。それでは定例の方については、1点、私の方から発表をさせていただきます。徳島木のおもちゃ美術館 ロゴマーーク及びグランンドオープンの日決定についてであります全国最大規模を誇り、初の都道府県立となる徳島木のおもちゃ美術館は、今月1日に開園20周年を迎えましたアスタムランド徳島の記念事業として、整備を進めてきているところであります。当美術館は赤ちゃんから、 ご高齢の方々まであらゆる世代の皆様方に集っていただき森林の大切さ木材の良さなどを遊び学び体験することができるにぎわいと木育の拠点合わせて次世代を担っていただく子どもさんたちが木の文化を大いに学ぶことのできる体験型美術館となっております。 今回、この美術館を象徴するロゴマークについて、美術館、ボランティア、スタッフによります、おもちゃ学芸員、1期生、2期生の皆様方を対象に、モチーフ案、こちらを募集をし、ご提案をいただいた中から、徳島ならではの木の文化を表し、子どもさんたちが親しみやすく、おもちゃ美術館にふさわしい、 箱をモチーフとしてロゴマークを決定をさせていただきましたということでこうしたマーク見た感じ、湯山箱その中の色3色も基本的な湯山箱の色ということになります全国にある姉妹美術館共通の三角屋根まあ徳島の色である藍色 こちらをベースとさせていただきましたまた丸窓の中今も色の解説させていただきましたが湯山箱で引き継がれた伝統的な色そして徳島の豊かな自然環境とそこで育まれた人々の情熱を表す太陽の黄色そして心を赤大地を緑のパステル調で表現をし このマーク、徳島ならではの木の文化の象徴として、ぜひ県民の皆様方に親しんでいただければと、このように思うところであります。美術館では、県内の遊山箱作家の皆さん方が制作をされました、来場者の皆様方の目を引く高さ1メートル巨大遊山箱に加え、昔ながらの遊山箱や、 斬新なデザインを施したものなどを取り揃え子どもさんたちが館内を自由になんと持って遊べる色鮮やかな大小40個を超える遊山箱を貸し出しさせていただくことといたしておりますこうした遊山箱をはじめ館内では研さ材をふん,だんふんだんに用い本県の雄大な自然 こちらを渦潮、滑り台、また、美山のオブジェでダイナミックに表現をいたしますとともに、うだつの町並みや船底舞台など、徳島の魅力ある原風景を再現をしておりますので、ぜひお越しをいただければと思います。ということで、こちら、まっすぐ向いてますかね、徳島木のおもちゃ美術館。 10月24日日曜日開館とさせていただいております。ということで今先に申し上げたところでありますがグランドオープンの日もう一度申し上げたいと思いますが本県が全国に先駆けて制定をした徳島県県産材利用促進条例に加え国の木材利用促進法におきましても 新たに位置づけられました木材利用推進月間にあたる10月その24日とさせていただきます当日は10時30分よりオープニング式典開催をいたしまして式典の終了後皆様方にご覧をいただける運びとさせていただいております今後グランドオープンに向けましてロゴマークを活用しながら 徳島木のおもちゃ美術館が木の香りやぬくもり体感をしていただける全国屈指の木育の拠点として多くの皆様方にご来館をいただき県内外にしっかりと PR をしていくことができればとこのように考えておりますどうぞ皆様方よろしくお願いを申し上げます 徳島新聞からお伺いします。よろしいでしょうか。はい、まず、あのコロナの関係でお伺いします。はい、ワクチンの関係でですね。あの七月末までに、あの高齢者に対して、二回目の接種を終えるというのが、あの目標だったと思うんですけれども。現在の進捗状況をお願いします。はい。ま、はい、徳島の場合には、ほぼ終了のめどと。させていただいておりますが。 まだ最終のデータ、こちらが手元の方には来ていないところでありますので、改めて7月末までとなっているところでありますので、確定的な情報についても発表させていただければと思いますあすみません、その発表はですねあの7月末直後にあのしていただけるということなんでしょうか。 少しその点については、もう少し中身検討させていただければと思います。わかりました。まあ終了の目処は立っているということでよろしいでしょうか。今の段階ではですね。わかりました。じゃあ各社さん、すみません。発表事項につきまして、質問ある方お願いします。 よろしいでしょうか。そうしましたら、発表事項以外でお願いします。そしたらすみませんと、今読売新聞なんですけれどもあ、はいあ。一部報道があるようです。あの全国知事会長の関係なんですけれども。あの、まあ、九月で任期終わるわけです。はい、わけですが、次期、次期、あの会長選への出馬の意向など、あお願いできますでしょうか。はい。 ちょうど私の名前で、知事会長選挙、告示をさせていただいておりまして、スケジュール的には7月の28日からエントリー、そしてその締め切りが8月の16日、5名以上の知事さんの推薦があった場合にエントリー可能と、そして2人以上の方が出た場合、これは知事会長選挙、行う日が8月の30日と定めておりました。 いずれの形をとっても、8月の30日に知事会、こちらを開催をさせていただく、まあ、こうした今、運びとなっております。そこで、私自身の去就ということになりますが、私も一昨年9月の3日、この中では、第13代の全国知事会長、まあ、無投票で選ばれたわけでありますが、3つの公約を立てさせていただきました。 一つはこれまで大都市部と地方部いがみ合うということがよくあり、特に大都市部の知事さん方からはアウェー感が拭えない平場でもご発言がありました。そこで大都市部と地方部の連携融和、これを真っ先に掲げさせていただき、そして知事会が一枚岩として、例えば災害対応、今回のようなコロナ事象、また様々な 政策の実行、こうしたものに当たろうと取り組んできたところであり、特に象徴的だったのは、昨年7月の九州、熊本、あるいは中部地方、これらを襲いました豪雨、ここでは6300名、都道府県職員を動かすことができまして、速やかな救援、救助、対応を行わさせていただきました。また2つ目として 47人の現場を預かる知事の集まりであるわけでありますから、さまざまな課題、あるいはその処方箋、これを持っているわけでありますので、これを1本にまとめると、これはまさに国に対して迫力のある政策形成提言となるであろうということで、政策形成提言機能の強化を挙げさせていただきました。このの中でも多くの施策 これらが国に認めていただくことができたわけでありますが、今、コロナ禍、場合によっては感染爆発、今日も基本的対処方針分科会でも多くの委員さん方から、こうした意見が出たわけでありますが、この新たな制度として作り上げたまん延防止等重点措置、これも私をはじめ、全国知事会から提言をした、それが具体的に作られたもの。 そうした意味もあって、このトリガーは知事が引くという形が原則となったところでもあります。またもう一つは、全国知事会、知事たちのサロンではないか、一部やゆもこれまでされてきたことがあるわけでありますが、やはりそのプレゼンス、存在感をしっかりと向上させていく必要がある。なぜか。総理はじめ関係閣僚と国家的なテーマ、 これに対して具体的な協議を行う地方6団体のトップとの協議の場、国地方協議の場があり、そこで地方代表として知事会長から様々な提言を直接総理にマスコミ公開の場で行うことができるわけでありまして、こうしたものの中から生み出された多くのものがありますが、例えば、防災減災、国土強靭化、 緊急対策7兆円の事業こちらについても、令和2年度までとなっておりましたが、コロナ禍、予算がなかなか厳しい、財務省も大反対という中で、しかし、これからどんどん地球温暖化なせる技ということで、さまざまな災害が激甚化、頻発化をする、これにしっかりと正面から迎え撃つためには、3か年では短い、5年必要である。 直接総理にこれを私の方から申し上げ、そして防災・減災、国土強靭化、加速化5カ年の事業15兆円が出来上がった。またコロナ禍の中で、小中学校、特に小学校、教室が密になる、なんとか6年まで35人以下学級にすることはできないだろうか、市長会、町村会がいくら文科省、あるいは関係方面に言っても、 財務省が首を縦に振ってくれない。そこで私の方に要請があり、こちらも国地方協議の場で直接菅総理に申し上げ、そして小学校6年まで35人以下学級に義務教育標準法40年ぶりの改正、これがなされたところであり、これによって毎年年次進行が行われ、例えば徳島では中学3年まですでに下配点数を使って 35人以下学級になっているわけでありますが、これについて、下配の場合には臨時教員しか雇えません、予算ということで、これを制度として、毎年、正規の教員が増えてくる、これによって安定的な教職員の皆様方の確保、これを行うことができるようになることになりますま。こうした3つ、2年前に掲げましたこの公約、ほぼこれらについてめド。 あるいは成果が出た、こうしたこともあり、やはり今、私の方で7割本部長、委員長の皆さん方を就任の時に、交代をいただき、適材適所、これでそれぞれが頑張っていただき、今、多くの知事さん方が、例えば今日も私、合区解消の関係でも、各方面回っているわけでありますが、それぞれの役割を果たしていただき、 私と共に、あるいは私がいない時でもしっかりと対応していただける、多くの有能な知事さん方が本当に出てこられたわけでありますので、この2年、まずはまだ9月の2日まで任期がありますし、今もコロナ、感染爆発という表現も今日分科会では出たところであり、何としてもこれを抑え込んでいかなければいけない、その一方でワクチン接種、これも進めなければいけない。 国と心を一つにということで、まずはこの職務にしっかりと取り組むとともに、時期の部分については、この流れといったもの、路線をしっかりと受け継いでいただく、そうした方にバトンタッチすることができればということで、私は次の知事会長選挙には出ない旨、お話をさせていただいているところであります。以上です 鳥取の平井知事なんかが出馬の意向を掲げているようですけれども、そういった時期の会長への思い、どういったような形で引き継いでもらいたいかというのをお願いできますでしょうか、はい、鳥取の平井知事さんにつきましては、例えば私が就任をして、社会保障常任の委員長さんに就任をいただきました。ここれにによっって就任早々に起こった公的公的立病院の 再編統合、徳島県でも5病院、これらを廃止、縮小、このようなターゲットにされたわけでありますが、これらをしっかりと国に対し、さまざまな協議の場を申し入れ、結果としてもう一度考え直してもらう、こうした形となり、結果、年が明け、コロナ禍が襲ってきたときに、公的公立病院が徳島もそうでありますが、 多くがコロナの対応の最前線に立っていただけた、もしこれを厚生労働省の方針のとおりにやって、令和元年の年末にその方向が出たとしたら、考えただけでも恐ろしくなりますが、我々は早々にして、このコロナ禍との戦い、敗れていることになるわけでありまして、こうした時にも実力を発揮をいただき、コロナ禍になり、全国知事会、新型コロナ 緊急対策本部。私は本部長。その本部長代行も務めていただき、この点ではコロナ対策二人三脚でこれまでも行ってきた。ま、その平井知里さんが名乗りを上げる。ま、こうした点については、私が引いてきたこの路線といったもの、これをより強くしていただけるんではないか。また私と違う感性。 さらには鳥取県という47都道府県の中で一番人口の少ないそうした県の知事さんが全国知事会を率いる。今大都市部がコロナ禍ということでまさに密。これを何とかしなければいけない。地方創生第2幕。でもなかなか東京一極集中冷めやらない。でも今では若い皆さん方が地方を主向と。 いうものがどんどん出てきているところでもありますので、まあ、そうした意味では、この路線といったものをしっかり引き継ぐだけではなく、鳥取県知事、そうした新たないわゆる価値観であったり、思考、こうしたもので、より全国知事会を発展をさせていただける、そうした人物ではないか、このように今、思っているところでありますありがとうございます。 毎日新聞ですみません、知事会長選に関連してなんですけども、次期知事会長選に出られないということは、その衆院選出馬の意向を固めたということになるんでしょうか <laughs> それは全く関係のない話でありまして、あくまでも今回、この知事会長としての任期、これをまずはしっかりと全うする。 そして与えられた職務、これを全力で対応していく、まずはそうしたもので、で特にやはり重要になるのは、最初に就任をして掲げた3つの公約、これがまだ道半ばであるのか、全くこれが進んでいないのか、そうした場合であれば、それをしっかりと達成をするために、再び出馬をする、これは自然の流れ。 しかし、多くの知事さん方のご理解、ご協力、あるいは国の協力もありまして、この三つの公約、ほぼ当初想定した以上の形になってきているんではないか、まあ、このようにも考えるところでありますので、この路線をより引き継ぎ強くしていただける、そうした方にお任せをすることによって、また私とは違った感性であるとか価値観、 あるいは人脈、こうしたものを持った次期会長が、より全国知事会、この路線といったもの、これをより太くしていただけるんではないか、まあ、そのように考えたところであります。 ありがとうございますみません、あと引き続きもう1点お伺いしたいんですけども、えー、本日、緊急事態宣言の対象地域が拡大されるということですが、えー、徳島としても、宣言ですとか、まん延防止の適用など、何か国に要望するお考えというのは、現時点であまん延防止等重点措置、これを考えるそのタイミングは、国のステージでいうところのステージ3。 そしてステージ4にならないためにこのトリガーを引く。これが我々、あるいは国と共に作り上げたまん延防止等重点措置という制度となります。今の徳島のステージ、これは8月の22日まで第5波早期警戒期間ということで、どちらかというと先取り先取り、これをやっていこうということで、 決してすべての数字がステージ2になったわけではないわけなんですが、やはりその兆候があるということで、あえてステージ2、これを取らせていただいております。ということで、今の段階でステージ3が確定をし、4に行かないために打つまん延防止等重点措置、こちらについて検討をする、その段階ではない、このように考えております。ありがとうございます。 すみません徳島新聞の坂田です,すみません先ほどあの衆院選への出馬の話が出まして、えー、全国知事会長選挙への出馬とはまあ関係ないというふうにおっしゃいましたが、あの6月定例会で、えーまあ、いずれは決断しなければならないというふうにおっしゃってましたが、あこの、えー、衆院選への,の出馬について、今のお考えを改めてお伺いできますか。はい あの場でも申し上げましたが、最終の帰結のところで申し上げたのは、今のこの状況、コロナ禍という中で、全国知事会長、あるいは徳島県知事として、まずはこの対応に全力を尽くしていく、まあ、このように申し上げ、ご理解をいただきたい、ご記憶にあるかと思います。ということで、まだ当面、9月の2日までは全国知事会長、そして今日も政府、基本、 対処方針分科会、朝の8時間半から出席を11時近くまで <laughs> しておるところでもありまして、まあ、そうした意味合いからいたしますと、各学者の皆さん方も、感染爆発と言っても過言ではない、初の1万人超えとなっているところでありますし、今、東京、大阪、あるいは東京圏、まあ、はっきり申し上げて、大変な状況になってくる。そして 特に医療関係の皆様方からのご意見では、次のステージ、つまり、プラン B、各東京などでは医療逼迫はもう目前で、場合によっては医療トリアージ、これを導入しなければいけない、大変な状況、これをもっともっと国民の皆さん方に知っていただくべきであると、こうした意見がたくさんで、私の方からも やはり徳島においても30代以下の感染がなんと7割近くになっているあの感染が非常に厳しかった4月773名の時にはほぼあらゆる年代層が均等に出ていたものがこのように特徴を持っている全国の傾向でもあるんですねですからやはり若い皆さん方を中心に皆さんのために申し上げているんだとつまり若い皆さん方がかかると その後の後遺症、例えば全身倦怠感が長く続き、とてもとても仕事に復帰することができない、味覚、あるいは嗅覚障害が続く、こうした点をもっと分かりやすく説明をし、皆さんのために申し上げているんだ。路上飲みを批判をする、そうしたことだけではなく、皆さんのために申し上げているんですよ。だから協力をまた飲食店などについても、ただ単にそれを守ってくれというよりも、 何らかの守ればメリットシステムがある例えば、うちでいうところの三つ星対策、これをやったお店であれば、そうしたところに対して、やはり何らかのメリットがある、こうした点をと、これを強く申し上げ、尾身会長をはじめ、皆さん方も、やはり政府、我々地方公共団体、一致結束をして、国民の皆さん方に分かりやすく、そしてエビデンスを持って、 協力をいただけるメッセージをもっと出すべきだ、こうしたことも今日の帰決の一つとなったところでありますので、まあ、今回の形を受け、この日曜日には、全国知事会緊急対策本部会議、これも開催をする予定としておりますので、国民の皆さん方へのメッセージ、さらなるワクチンの接種、今、大規模集団接種、あるいは職域接種、こちらが一部止まった状態になっている。 ワクチンが足りないのであれば、3番目のワクチンであるアストロゼネカ、こちらについては前回の時から、これを早くワクチン接種の対象として認定を国でしてもらう、そしてこれを実際に供給をしてもらいたい、しかも、そのワクチンの特性を踏まえて安全、安心にと、き今日もそれを申し上げたところでもありますので、私としては、まずはこの点について、そしてこの感染爆発。 何としても国とともに押しとどめていくことができればと、そこに全力を尽くしたいと考えております。以上です。ありがとうございます。続いて徳島新聞から質問させていただきます。あの記念オーケストラ事業に関連してなんですけれども、あの県議会6月定例会の方でも質問が出たかと思うんですけれども、アンサンブルセシリア社の法人税法違反の裁判で、 刑事確定記録からですね県職員と県から文化振興財団に出向していた職員とアンサンブル社の元代表とのメールのやり取りが明らかになりましたで県としてはこれまで一貫して財団の下請けの企業がアンサンブル社と契約をして、まあ、民々でやり取りをしていたので、まあ、当初授業費の流れも把握していないということだったんですけれども このあの、ね、県の職員とが見積もりであるとか請求書の作成まで関わっていたということが、まあ、裁判を通して明らかになったと思うんですけれども従来のです、ね、県議会とか記者会見での知事とかです、ね、県側の説明がまあ180度覆える内容だったというふうに受け止めているんですけれども現時点でこうした内容が明らかになったことについてどう受け止めていらっしゃいますか。このののの点については、今回の6月定例県議会の方でも、 部長の方からもお答えをさせていただいているところでもありまして、やはりこの点については、これまで通りわれわれとしては、しっかりと対応をなされているものと、このように考えておりまして、まあ、適正な執行がなされたと、このように考えております、えっと、重ねてお伺いします、えっと、一般論としてで結構なんですけれども、県がです、ね、下請けとか、まあ動け業者の見積もり作成業を代行するということはあり得るんでしょうか。 こちらについては、それ自体を全部丸ごと代行するということはありえないと、このように考えています。ただ、さまざまな形でのお問い合わせがあって、その形式、様式、確かに全国、例えば47都道府県ありますから、全部が同じかというと、それぞれの形というものがありますので、違うところで事業展開をした方が、徳島でとなった場合、当然その書式が変わる、これはよくあること。 例えば土木の事業などでは、従来、各土木事務所単位で全部違っていて、建設団体の皆さん方からも何とか統一できないだろうか、あるいは添付資料が違う、こうしたこともそれぞれの各業種別によってなされている、こうした点がありますので、そうしたお問い合わせに対してお答えをするということはありうるものと、このように考えています。 あの知事これまで,です、ね、あの県にはまあ捜査権がないので、まあ、強い捜査権のある東京地検が調べて、まあ、裁判を通して事実が明らかになっていくだろうというふうに以前ご説明されてきたかと思うんですけれども今回です、ね、裁判で検察側がまあ証拠をうした書類をまとめてでまあアンサンブル社側も事実を争わずに裁判でまあ事実上、そういった証拠も認定されたということになると思うんですけれどもあの、まあ、県の職員サイドが見積書 請求書を作って、犯、ま、行、あ、をしてご,ご持参くださいというようなメッセージを添えて、えー、メールとして送信しているような内容だったんですけれども、改めてこの点について、認識を伺えていきますか繰り返しとなりますが、われわれとして、県の職員それぞれは、それぞれの職務、あるいはそれぞれの倫理規定に基づいて行動を取っているところでありまして、その意味では適正に執行はなされるものと。 今、ご質問があったように、様々な点お聞きになられて、その書式の違いなどについてご指摘をする、こうしたことは当然あるわけであります。また、今お話があったように、もしそうしたことが非行為になる、いうことであれば、東京地検特捜部っていうのは、様々な形での強制権、これを持っている、日本最強の組織、これが東京地検特捜ということでありますので、そうした点であれば、 これも本議会の本会議で私の方からも答弁をさせていただきましたが、その職員なり、関係の人間が、これは一体どういうことなんであるかと、こうしたことを、あるいはお咎めがある、そうした形ではないか、そのお咎めがなかったということは、逆に言うと、その部分については適正に事業がなされている、もちろん、東京地検という立場での見方ということではあるのかもしれませんが、そのように我々は捉えております。 少しまた別の観点からなんですけれども、あのこの問題について、以前、徳島新聞が情報公開の請求をした際に、メールについても公開の請求をしたんですけれども、こういったあの内容のメールというのはこうあの公開されてこなかったんですけれども、県が事業者とのやり取りをしたメールというのは、公文書に当た,たりますかこれはあくまでも我々県としては、そうした公開に基づく基準。 これに照らして対応していく、そういったものだと考えています。県事業の内容についてのメールのやり取りというのは、公文書の中に入るんでしょうか。これはそれぞれの内容、それに応じる形で、もし公文書ということであれば、公開ということになりますし、そうでないということであれば、その対象にならない、このように考えております。明文化されたルールがあるんでしょうか。これは一般の。 公文書の公開条例など、そうした規則、これに基づいて対応するということになります、えっと、事業費については適正に執行されていたというご説明なんですけれども、今回、ですね刑事確定記録の中では、まあ、高級ブランドの、まあ、服ってあるとか、バッグ、まあ、衣装代ということだったんですけれども、こうした支出というのは、県の文化事業にとって必要だと考えでしょうか。 あくまでも委託という形で対応を我々として、まずは文化振興財団の方に、そして知見のある文化振興財団がそれぞれの事業者の皆様方に対応していくということになってまいりますので、それぞれの判断で、またこの点についてはすでに県議会でもご質問があり、この点についてはなかなか本当は守秘義務ということがあって教えてくれない、これが正面だったわけでありますが、 それぞれの全国のオーケストラなどの皆さん方からも聞き取りを何とかさせていただき、この点も県議会でお話をさせていただき、その点については高すぎるとか、そういったことはないということがすでに出されているところでもありますこういった高級ブランドの購入についても問題はないということでよろしいでしょうか。 高級ブランドを買うかどうかっていうのは、われわれ、あるいは文化振興財団、そうしたところが感知するものではないと考えています、えっと、感知していないから適正だとといいいうことでいいんですか適正か適正でないかということではなく、そのブランドを買って、それを何に使ったかというのは、場合によってはそれが演出なのかどうなのか、そうした点については、われわれの判断をするところではなく。 われわれとしては、それぞれの事業、また類似の事業などと比べて、今回のその積算といったものがおかしいのかおかしくないのか、そうしたものの観点から対応していくものと、そういうことで、こちらも県議会の場ですでにご説明をさせていただいているものとなります。一部ちょっと重複して恐縮なんですけれども、今回の刑事確定記録の中で、 明らかになった県職員側が見積もりとか請求書を作っていたということに関しては、ご否定されますかそれについては、我々として、まあ、そうしたことは本来ないものと、繰り返しとなりますが、考えております県としても独自に調査されたと思うんですけれども、本来ないものというのは、調査結果としてなかったということよろしかったでしょうか。 ちょっと質問の意味がよくわからないんですが、調査結果としてないというのは、われわれ、そうした調査しているわけではありませんが。事業については、過去に県として独自に調査されたことがあったかと思うんですけれども。だからそこのところ、少し趣旨が違うんじゃないでしょうか。あくまでもわれわれが考えているのは、それぞれの事業内容といった点について、まず金額の点が。 あるいは対象経費、我々が積算をしたもの、こうしたものが他のところと比較をし、そしてその結果、適正になされている遜色ないもの、こうした点を申し上げているところでありますが、今、ご質問の中では、刑事確定記録の中でというお話があったので、それとは関係のない話になるんではないかと考えています。あの 県の職員が見積もりとか請求書を作っていれば、当然、県としては把握できると思うんですけれども、県としてはそういった事実関係というのは把握していないということなんでしょうか。おっしゃるとおりです。改めてこの事件に関連して、知事は自らの責任について、どうう考えでしょうかこれは、これまでも何度も申し上げているように、例えば今回の刑事確定記録の中に、私の名前が出てきたり、あるいは私の指示に基づいてとか。 まあ、そうしたところが出てくる、これはなかったやに聞いておりますが、まあ、もちろんそうした指摘がなかったということからなんですが、まあ、こうしたことからも、私といたしましては、逆にこの記念受けの事業といったもの、これをそれぞれの担当部署の皆さん方、あるいは財団の皆様方、関係の皆様方とともに、しっかりと進めてきたものと、このように考えております。 あのまあ、最後に言ってないただければ、この刑事確定記録の内容については、県としててはあの事実と受け止めいらっしゃいますか。これについては、あくまでも東京地検特捜、こちらが調査をしたものと、このように考えておりますので、それぞれの状況に対して、それがどうであるかというのは、我々が申し上げる立場にはないと、このように考えています。えっと、事実でない可能性もあるということでしょうか。 事実であるかないかということではなくて、それがいいのか悪いのかなどということを、われわれの立場で申し上げるところにないということを申し上げております荒れてますよ。 よろしいでしょうか他それでは終わりますはいありがとうございました